スイカ市は中華人民共和国国立交渉に位置する地球市。旧省は北丹林湖と言い,い、清の1885年11月20日にスイカへ解消した。独自の行政区画が初めて設置されたのは1956年3月6日のスイカ戦区であり、国立交渉直轄であったスイカ、ウミリン、モチケイ、北安、徳とスイ、鉄利、慶安。 コラン、ランニシ、トモエビコ、モクラン、通り川の十三県を管轄、船員交渉はスイカ県に設置された。しかし1五十八年にはスイカ船区が廃止され、スイカ、オチケイ、スイ、ウミリン、ケイアン、通り川、モクラン、ランニシ、トモエビコの九県は、松花江船区に、北安県は、ノンジャン船区に、コラン県は、ハルビン市にそれぞれ移管され、 鉄力圏は、京安圏に、徳都圏は北安圏に編入された。1965年、松花江選手が、ハルビン氏よりスイカ県スイカ賃に移転したことより、スイカ選手と改社同時に、足立圏が設置され、スイカ、スイ、ウミリン、京安、はじめ東、名水、蘭西、餅チはじめ縁、はじめ州、青岡、鉄力、 あ立の13県を管轄した。1967年5月、国立交渉革命委員会は水化戦勝をスイカ地区革命委員会と改変することを決定。1970年4月にスイカ地区革命委員会へ正式に解消された際に、鉄力県が伊原地区に関され12県の管轄とされた。1978年11月、 文化大革命の終焉とともにスイカ、地区革命委員会はスイカ地区要請交渉に改編された。1992年12月1日には、はじめ州はじめ元の両県が大慶市に移管されている。1999年12月28日、スイカ地区及び研究のスイカ市の廃止を決定、新たに地球のスイカ市の設置と旧スイカ市地区には、 北林区が設置された。一市かつ三県級、市、六県を管轄する。スイカ、千区水地区水か市水か市の面積は35,211、警平方メートル。2000年の国勢調査によれば、人口5055,541人、人口密度143.58人、警平方メートル。ありがとうございます。